妖怪大合戦。お、なになに、元祖 VS 本家がいよいよ本格化してきたって感じかな。うわ、楽しみだね。お、駄菓子屋のところか、みんな仲いいね。じゃあな、アブ。あ、もう終わるところなんだ。バイバイ。また遊びましょうね。あ、またね。なんで俺だけ居残るの？みんな一緒に帰ろうよ。へー。ジバニャンたちはね、一緒に遊んでる風には見えるけど、みんなには見えてないんでしょ？ジバニャンたち的には楽しいのかね、それは。では、我々もお家に帰りましょうか。にゃ、このまま帰って、にゃけびのテレビ見たいにゃん。にゃけび、あ、あれ？うんかい三名鏡じゃん。あ、冬にゃん。なんでこんなところに。アブ、もう一度君の力を貸してくれ。冬にゃん、いきなりどうしたの？過去の世界へ行くのはあんまりよろしくないんだよね。未来が変わっちゃうかもしれないから。このままでは大合戦が始まってしまう。大合戦？とにかく過去に来てくれ。桜町の駅前で合流しよう。え、連れてってくれればいいのに。わざわざさ、雲海三面鏡のとこまで行くの大変だからさ。あのに落ちてどうしたんだろう。もしかしたら、それほど大変なことが起こってるのかもしれませんね。なるほど。まあ、ちゃんとお礼はいただけるみたいだから、頑張って行ってみようか。よし、じゃあ駅前の、桜町行きたいと思います。あ、その前にくじ引いてみようか。もしかしたらさ、もう商品が一掃されてるとかあり得るかもしれないよ。おばちゃん、ちょっとくじ引き見して。景品を見ます。どう？あ、変わってないか。だいぶ減ってきてはいるけど、なんか12とかさ、8番のさ、やつ持ってないから、それ狙ってもいいんだけどな。でもいかんせん23位以下が多すぎるな。これ当たるの嫌だから、やっぱ新しくなるの待とうか。ね。うん。やっぱ1位のさ、あの商品が新しくなるかもしれないから、それを狙っていこうぜ。まさか仲間になるとは思わなかった。倒した生ハムキが近づいてきた。強い子はいねえが友達になるべ。マジかよ。やべ、録画しとけよかった。普通に無言でプレイしてたわ。生ハムキと、あ、友達になります。やったぜ。これは思わず収穫。金色生ハゲ。生ハゲいいね。でもつけます。うわ、これは嬉しいな。じゃあハゲてないよ。全然ハゲてない。ふっさふさだからね。じゃあ生ハゲで。はい、お願いします。ハゲてないようにします。お願いします。これ強いんじゃないか。生ハゲ多分 S ランクだよね。ハゲてないようの情報を妖怪大辞典に登録した。うわ、嬉しい。金枠は嬉しいよな。いいじゃない。で、お、しかも封印を解く鍵6番目。かなり強いやつなんじゃない。じゃあ、え、どうしよう。でも誰入れる。誰を外して誰を入れる。ウィスパーかな。ウィスパーじゃない、ウィスニャンかな。やっぱり能力的にはウィスニャンだと思うけど、ちょっと見てみようか。じゃあ妖怪入れ替えるね。強いと思うんだけどな。控えのメダル、レベル64だ。どういうこと。ちょっとチートすぎんよ。なんだよこれ。 HP318、 力165、素早さめっちゃ速いし、刀狩り、敵を倒すたびに攻撃力アップ。これさ、敵の場合はさ、すごい脅威だけど、味方の場合はそこまで強くないわな、スキルは。で、技は先行斬り 20×3。 悪い子はいねえか。2本のナタを怒りのままに振り回し敵全体を攻撃する。あー、でビビらせる。取り憑かれた妖怪は生ハゲにビビって時々動けなくなってしまう。能力はそんなに強くないのかな。でもレベルが凄まじいことになってんだけど、これはもう即戦力だな。じゃあどうしよう。入れ替えるとしたらやっぱウィスニャンか。ガブニャンも変え、うん、でもガブニャンの方が可愛いんだよな。ウィスニャンかガブニャンだったら絶対ガブニャンの方が可愛いし、でもガブニャンはな、両隣の HP を吸っちゃうっつうのがちょっと微妙なんだよな。しかもプリッチーがなくなっちゃうっつうのもきついしな。やっぱウィスニャンかな。うん、申し訳ない。ウィスパー部分が入っちゃって可愛くなくなっちゃったんで、ジバニャンの可愛さが100だとして、ウィスパーの可愛さがマイナス200なんで、プラスマイナスで、マイナス200、あ、マイナス100になっちゃってるんですよ、ウィスニャンの可愛さが。なので、ウィスパーのせいということで、ウィスニャン変えたいと思います。まあ仕方ないよな。OK! これで生ハゲですね。勇ましい、勇ましい一人しかいないし。ダントツだからね、今能力的には。強っ。レベル64ってふざけすぎだろ。
こんな序盤にさ、こんな強い妖怪手に入っちゃっていいんすかね。まあ、手に入っちゃったんだからしょうがないよね。うん、じゃあ桜餅の駅前行きたいと思います。よし、到着。あいたふいにゃん。うっす。なんかすげえ妖怪がたくさんいるんだけど、下に。お、来たか。待っていたぞ。ふいにゃん、大合戦とか言ってたけど、どういうことなの？今度は街中で大合戦始めちゃうの？元祖と本家のことは知っているな。そうだね、売り上げのために2つ出したんだよね。うん、もちろんですとも、あれですよ、あれ。妖怪の世界を二分する二大勢力のことだ。前にも、エンラエンラとの一件で、元祖の大将、土蜘蛛とあっただろ？ね、あいつ仲間になるのかな？あ、思い出したにゃん。元祖と本家、二つのグループは同じくらいの大きさで、仲良くはなかったが、大きな揉め事もなく、穏やかに過ごしていたんだ。ふうにゃんはどっちなんだろうね。なんか最近どうも様子がおかしい。周りを見てくれ。すっげえ妖怪いるよね。あ、喧嘩してる。裏で手引いてるやつがいるんじゃないの、絶対。イカかもね、みたいなやつが。元祖と本家の仲を悪くして妖怪大戦争を起こさせようとしてる。町の妖怪たち、なんかちょっと変だよね。あ、元祖と本家の仲が急に悪くなってきたようなんだ。なんだろう、海馬の仕業かな、逆に。このままでは全面戦争、大合戦を始めそうな勢いだ。まずいって。それさ、人間界にも影響を及ぼすの？元祖と本家が大合戦？そんな話聞いたこともありませんよ。歴史が変えられようとしている。俺も60年間ずっと蔵の中にいたが、そんな話は全く入ってこなかった。何かがおかしい。慶三もそう考えて一人でいろいろと調べてみているみたいだ。もしかして俺らのせいとかじゃないよね？俺らが過去に来ちゃったから過去が変わっちゃってるとか。とにかく今は分からないことだらけ。悪いが力を貸してくれないか？いいっすよ、お礼くれるなら。ではこの駅前にいる妖怪たちから少し話を聞いてみましょう。わかりました。なんだろうね、元祖側、本家側。あ、右側になんか点ついてるよ。妖怪、妖怪、これ誰？あ、なめこさんと、なんだこいつ。あ、ペロペロしてるやつと大人のおもちゃだ。やべえ赤ちゃん危ないよ。言っても怪我するだけだってば。赤ちゃん、赤なめだって。その呼び方はやめろ。おいらは赤なめだ。なめんなよ。いつもこの大人のおもちゃをなめてんのかな。おいら大合戦で手柄を上げて、誰にもなめられない大妖怪になるんかい。君はなめられてるっていうよりなめる側じゃないの？あ、行っちゃった。あ、赤ちゃん、傷なめこ、一回も使ってないけど。結構知り合い多いんだね。今大合戦って言ってなかった？言ってました、言ってました。ちょっと話を聞いてみましょう。もう避けられない事態なのかな、これは。おもちゃさん、今の大合戦って話何ですか？ねえ、絆めこ、今大合戦のこと話してなかった？ペロ？そうだけど、舌をしまいなさい。あ、では大合戦について教えてもらえませんか？私もなんだかよくわかんないの。急に元祖と本家が喧嘩しだして、原因は何なんだろうね。気づいたら桜町の向こうにある平釜平原で戦うことになっていたの。平釜平原、行ったことないね。このまま元祖と本家がぶつかったら、どっちもただじゃ済まないよ。それが狙いなんだろうね、その親玉は。悪の、急にそんなことになるなんてどうも変な話ですね。やっぱり妖怪同士が戦うのって良くないよね。まあ、妖怪同士戦わせてるお前が言うね。いつも戦わせてるくせに何言ってんだよ。絆美子、大合戦の場所へはどうやって行ったらいいの？段々坂の商店地の西側にある彼岸山トンネルを使うの。あー、廃校になってたところか。そこをまっすぐ行ったら平釜平原よ。もしかしてみんなも大合戦に行くの？まあ、ストーリー上行かないと進まないと思うんで行きます。うん、なんかほっとけないから。ありがとう、絆美子。ペロキュン、気をつけてね。なめんなし。なるほど。じゃあ平釜平原行ってみましょうか。すっげえ妖怪たくさんいんだけど。うっす、何してんの？本家が勝つに決まってるじゃろ。ああ、そうやって言い争ってるわけだ。元祖が勝つんだけどね。いや、本家がね、やっぱり元祖。なんでこいつだけ顔ぐらいあるんだろう。こっちも用意してあげて。あ、一度ストーリーに出たやつだからね、こいつらは。な、元祖の勝つに決まってんだろ。なんせこの道草様がいるんだからな。俺一応元祖側なのかな。元祖側でやってるから。うひひひひひや、君一人の力で勝てる、変わるわけないじゃん。うひひひひひや。お、ここにもいるね。何してんだろ。あ、こけた。久しぶりにこけたわ。赤い箱が、あ、父ちゃん、元祖は勝てるかな。もちろんだ、私たち親子の力でな。頑張ろうね、父ちゃん。
もちろんだ、息子よ。とっちゃん、ダンスは勝てるかな。あー、レーンループなのね。なんでさ、こうやって独り言喋ってる感じとさ、喋れる人がいるんだろうね。あ、そこの君、ちょうどよかったわ。怪獣ゴララは好き？好きよね。ゴジラのこと言ってんのかな。映画のポスターを掲示板に貼ってたんだけど、1枚余っちゃったのよ。ってことで出血大サービス。これタダであげるわ。マジでポスターとか勝手にあげちゃっていいの君。やった、怪獣映画のポスターだって。完全にゴジラだけど。すごいね。さ、これさ、自転車とかあるのかよ。過去の世界なのにこんなハイテクな乗り物乗っちゃっていいんですか。見て見て、すげえだろう、最先端の自転車だぜ。へへい。お、自転車の方が速いんだけど、車より。あ、ごめんなさい、失礼します。お、なんかたくさん人がいるね。あ、ごめんなさいね、失礼しますね。あ、海の幸に決まっとるぞ。山の幸、あ、海の幸か山の幸かどっちがいいってことね。まあ、こういうクエストは後でやるんで、とりあえず本編進めましょうかね。あ、ここにもいる。合戦に行ってくると。無事に帰ってきてね。あ、心配だわ。妖怪同士でも結構付き合ってる人いるんだね。妖怪ですら付き合ってるというのにね。えで、左上、昇天寺の奥とか言ってたけど、こっち側から行けるのかな。こっち側通れるの。通れないね。上からやっぱ行かなきゃいけないんだ。こっち側から左か。お、すげえ、ここ前まで行けたっけ、こんなところ。すげえ、自転車で階段登ってるよ。イエイイエイ、ふぅ、いいじゃない。あ、ガチャとか引けるかな、ここで。あ、でもここ昇天寺だからないのか。昔の昇天寺って誰がいるんだろう。あ、また長バナがいたけど、あれ変わってる。あ、これリュウ君のあれじゃん。あ、ちゃんと過去の世界だからあるんだ。ちょっと60年前からあったんだね、この絵。ずっとここに置きっぱなしだったんだ。なんで存在に扱って。こんにちは。あはは、合成していいかの。え、普通に合成できるんだ。この和尚さんって60年後の和尚さんと同一人物なのかな。こいつらみんなやっぱり化け物なんじゃないの。怖っ。あ、なんかめっちゃ増えてるじゃん、できるの。じゃこれはおこむしゃは何もできないと。今結構できるんじゃない、たくさんいるからさ。1匹ぐらい。あ、ダメか。モレシャンさんは、モレシャンさんもダメ。片方だけゲットしてるってパターンがすげえ多いんだね。いないな。こいつはあのホノボーノズだからいないよね。あ、カラカサ先輩も、カラカサ先輩もいない。試練、これはあれだよね、アイテムだよね、確か持ってないと。多分ワンと一緒だと思うけど。絶倫バッコンはもうダメと。ほんと片方ばっかだね。あ、カキタレ先輩もなんだ。ない。全然ないじゃん。オブスファッションはもう超ブス、こいつ。せがれ、せがれもなんか、先輩たちさ、みんなさ合成できるんだね。あ、3位は、3位もダメと。あ、ダメそうだね、全部。せっかくこんなにたくさん集めたのに全然合成できないじゃないか。まあ、仕方ないか。じゃあダメということで、じゃあまた来ますね。せっかく合成できると思ったのに。次合成できるさ、元はたくさんあるのに合成できないんだね。片方だけ持ってても意味ないからな。長間田先輩はいいや。長い話ばっかりでほんと役に立たないんで。こけるなよ、もう。今日こける日なのかな。天気予報見とく？ 200KB の。てか、過去の世界の天気も見れるのかな。じゃあお天気で。あ、ちゃんと服装も変わってる。昔の人になってる、すげえ。つまずく恐れがあります。足元にご注意を。いや、注意はしてるんだけどさ、防ぎようがないんだよね、これ。どうにかしてほしいわ。苔予防の薬とかないのかな。あ、またいる。一丁してきた。やめとこうか。合戦行くの？もう合戦、今まさにやってんのかな。だって怖いよ。確かに。でも妖怪は死なないからいいんじゃないの？どうせさ、死人の集まりなんでしょ、妖怪って。だからさ、戦っても別にね、あ、でも存在が消滅するってことはありえるのか。この先さ、無限回廊があった。じゃあ無限回廊のできた原因はこの合戦の線とかそういうことはない。あ、土蜘蛛。あ、大釜だって。あれ、これまだ出てきてない。土蜘蛛さんよって言ってることはあれか、本家バージョンで出てくる隠しキャラみたいな感じ。大釜、久しぶりだな、土蜘蛛さんよ。相変わらずしかめっ面がお似合いで、ちょっとチャラい感じかな、こいつは。お、我らが土蜘蛛さん。大釜よ、お主は相変わらず締まりのない顔だな。おお、あ、土蜘蛛の方がかっこいいな、俺。元祖でよかった。とても本家を束ねる大将には見えん。お、言うね、煽るね。割ほども強そうだな。は、言ってくれるね。さすが、お堅い元祖の大将さんだ。あの日の決着、今日こそつけさせてもらおう。あの日の決着？支援で動いてんの、君たちは。巻き込まないで、他の妖怪たちを。そいつはこっちのセリフだ。
そのしかめ面、泣き面に変えてやるぜ。一触即発。あれ？個人で解決してよ、そういうのは。巻き込まないでください。あと、給料出るんですか、これ。あ、でも、冬には仲間に入れたいな。着いたにゃ、ここで大合戦があるにゃんね。あ、なんとか間に合ったな。大合戦はまだ始まっていないようだ。止められるのかな？あ、こいつは確か、カイマに取り憑かれてた女の人。エンラエンラ。あら、アブじゃない。桜町の工場でお世話になったわね。もう呼び捨てなんだ。エンラエンラ。そう、久しぶり。もしかしてあなたも大合戦に見学しに来ました。うん。アブは元祖と本家、どっちにつくの？元祖ソフトなのに選べるの？しかもさ、どっちも選べないとか、中間はなんだ、ないんだ。日本人特有の。どっちも選べません。イエスノーはっきりできません。っていうのできないの？まあ、せっかく元祖でやってんだから、元祖側につこうかな。しかも、エンラエンラさんに話しかけられてるんだから、ここで本家とかやったら殺されそうだもんね。じゃあ、仕留めないと、みたいな。元祖で！うん。そうよね。やっぱり元祖よね。はい。本家側のソフトでは本家選びます。じゃあ、私が親方様のところまで案内してあげる。ついてきて。はーい。いいじゃない。これで土子も仲間になんねえかな。絶対 S ランクだよね。1でいうオロチ君とキュービーみたいなポジションなんじゃない？きっと。お、うわ、本当に合戦って感じだね。こんなさ、道具用意してたら人間たちに見つかっちゃうよ。はい、到着。これが元祖の本陣よ。うわ、すごいね。なんか時代劇とかに出てきそう。私が案内できるのはここまで。親方様はこの奥よ。勝手に合わせちゃっていいのかな。もしかしたら本家側のスパイとかそういうことは考えないのかね。ありがとう、エンラ、おかげで助かったよ。どういたしまして。これで借り貸しはなしだね。さあ行きましょうか。いよいよ大衆さんとご対面ですか。緊張しますが行ってみましょう。ボコボコにしてやろうぜ。今生ハゲるから勝てるんじゃねえかな。あ、元祖の大将に会いに行こう。あ、これって満王寺師じゃん。仲間になって。俺さ、今さ、あのクエストでさ、君が必要なんだよ。元祖本陣の守りを任せた真の戦士、満王寺師とは俺のことだ。元祖の大将土蜘蛛様の身はこの俺が必ず守ってみせるぜ。すっげえいいんだけど、下に妖怪とか。何あの下の、待って、あのなんか機械みたいのすげえ気になるんだけど。は？なんだろうこれ。これに触られたら負けみたいな感じ？そういうことなのかな。うわ、なんか上の気になるんだけどな。いけねえのかな。土蜘蛛さんに先に会いに行った方がいいな。戦ってんじゃん、めっちゃ。これさ、行って大丈夫なの？あ、阿部くん、まずは先に、元祖の大将さんにご挨拶しましょう。そうだね。その前にすっげえ気になるんだよ。宝箱とかもさ、ありそうだからさ。そう、いろいろ探索したいんだけど。あ、これ何？うわ、66組だ。あ、かわいい。あたいがここを守ると逆に攻められないのよ。そこがネックよね、首だけに。この赤い宝石みたいなのなんだろうね、これ。おや、この石は何ですかね。赤く光って綺麗です。多分これを奪われたら負けみたいな。奪った数で勝ち負けが決まるみたいな。そんな感じなんだろうね。これすっげえ気になるわ。これ何？うお、すげえ。まがまがしい。で、調べられない。絶対これのせいじゃない。これのせいで操られてるとか、そういうことでしょ。そういうオチでしょ。知ってるんだからね。じゃ、とりあえず宝箱ないか探してから土蜘蛛さんのところ行こうか。お、あ、オロチくんがいる。なんで？オロチくんも元祖側だったんだ。こんにちは、オロチくん。人間がここに何の用だ。ここは元祖の本陣だぞ。あ、そっか、まだ俺のこと知らないのか。え、君のさ、なんかさ、裏バージョンみたいなの俺いるんだけど、ほら、見て、シャドウくんっていうの。君のなんかさ、強いバージョンみたいなの。知らない？これ、兄弟とかじゃないかな。違うのかな。こんにちは、土蜘蛛さん。土蜘蛛先輩、うっす。お世話になります。弟子にしてください。ほう、これは思いかけない客人だ。アブよ、久しぶりだな。覚えてていただけましたが、ありがとうございます。だが、一体何をしに来た？ここはもうすぐ戦場になるのだぞ。仲間になってください。なんで妖怪同士で喧嘩したりするの？一度元祖と本家でしっかり話し合えば。本家の連中が気に食わんだ。そんな理由で？連中は流行り物に乗るばかりで古き良き伝統をバカにしている。そんな理由で？大勢の死者が出るかもしれないのに流行り物ばかり。ああ、なるほど。じゃあ土蜘蛛側はなんか古き良き時代 の江戸時代とかそういう文化を守りたいと。で、向こう側は、なんつうの？新しいものを取り入れたいと。そういうことで、喧嘩してるわけか。どっちもさ、ね、50-50 ぐらいがいいんじゃないの？どっちも偏りすぎるの良くないじゃん。過去にとらわれすぎるのも良くないし、なんか未来を取り入れすぎるのも良くないというか、何を言ってるかっていうと、両方とも仲間になってくれませんかね。お願いします。それに今日こそ、あの日の決着をつけなければならない。それ何なの？あの日の決着って。
あの日の決着どういうこと？おまんじゅうとか元祖のおまんじゅうが美味しい、本家のおまんじゅうが美味しいみたいな。きっと我々には想像もつかないほど深いわけがあるんですよ。きっと完全に振りじゃないかよ。どうせ大したことがねえんじゃないかみたいな。何何、どうせ大したことないんでしょ。あ、やばい、始まった。オロチ君がこっち側にいるってことはキュービーが向こう側にいるかもしれないね。にゃにゃにゃ、戦いが始まったやつだ。もうあとには引き返せない。では土蜘蛛殿、私たちオロチ隊はこれより出陣します。あ、オロチ君は部下なんだ。ダメ、お主たちの部隊は元祖の主戦力、活躍を期待しておるぞ。はっ、マジか。この戦いに人間は関係ない。怪我をする前に早くここから立ち去れ。すげえ危険に扱われてる。この頃のオロチ君はあんまり人間好きじゃないのかな。なにあいつ、感じ悪いにゃ。さあ、気を悪くしないでくれ。あいつも悪気があったわけでは。土蜘蛛さんめっちゃいい人だね。あ、えらえら、大変です、おまけた様。守り鏡に敵が押し寄せています。あ、さっきの鏡か。なに、それはまずいな。あの守り鏡は本陣の守りの要だ。守りの要なのに誰も守ってなかったよ。ええ、この本陣はその守り鏡から張られた結界で守られています。あれが落ちたら本陣は丸裸も同じ、一気に攻め込まれてしまいます。それってここにいる我々も危ないってことじゃないですか。オロチは本家の本陣攻めに向かったばかり。呼び戻してもおそらく間に合わんな。じゃあ俺らが行くしかないじゃん。フニャン行って、フニャン、君どうせ俺の仲間になってくんないでしょ。ハブよ、巻き込んで悪いが守り鏡を本家の妖怪から守ってくれないか。巻き込んでるじゃん完全に。ハブくん、ひとまずここは大将さんの言う通りにしませんか。大合戦が始まってしまった以上、もう今は話し合いどころじゃありません。確かにね、もう止められないしね、まあ、ここで恩を売っといて後で返してもらうってこともできるから、恩を売って損はないんじゃないかな。元祖と本家で話し合いをしてもらうには一度この大合戦を終わらせないと。でもすげえ怪我に出るじゃん、大丈夫？私からもお願い、力を貸して。このままじゃ仲間たちが、仲間のことを思うなら最初からやらなければいいでしょ。まったくもう。わかった、俺やってみる。やってみますか。ボコボコにしてやろうぜ。痛めつけてやろうぜ。もう二度と立ち上がれないように。あの守り鏡こそ我らが、元祖の守りの要。アブ、頼んだぞ。よし、頑張ります。お願い、元祖に力を貸して。任せなさい、可愛い子に頼まれたらね、断れないね。行きます。あ、ここにも。見逃してた、危ね。いろいろ回ったと思う。あ、ガースハチマキだ。もう持ってるのに。じゃああの選択の時本家取ればよかった。まあ仕方ないか。よし、とりあえず下の方だよね、合わせ鏡。あ、誰も守ってないじゃん。守りの要とか言ってる割にはさ、こっち側のさ妖怪誰も守ってないよね。これはさすがにアホすぎるだろう。とりあえず行きます。これは本家かな。赤い方が元祖か。で、もう攻められてんの、大丈夫？いるかな。あ、いた、めっちゃ近くまでいんじゃん。ダルマッチョだ。なんだお前ら、このダルマッチョ様は今忙しいんだ。何してんの。さっさとこの守り鏡をぶっ壊して元祖の本陣を落とさなきゃならんのでな。へえ、日頃のトレーニングの成果、まずはお前らで試してやる。すぐ壊せそうだからね、俺らに構ってないですぐ壊せばよかったのに。その油断が命取りとなるのだよ。じゃあ生ハゲ使うか。ハゲてないよ。どれくらい強いんだろう。レベル64だからね、相当威力あるんじゃない。いけ、全然食らわない、全然余裕。いけ、悪い子はいねえな。痛い痛い。おお、こんな強くねえな。そこは結構削ってんのかな。やっぱ素早さがめっちゃ速いね、攻撃力も高いし。あー、でも自分なんて同じぐらいの攻撃力か。なんかレベル64の割にはそんなに強くなくね。なんだろうね、レベルが高いだけで能力的にはそんなに高くないのかな。よし、経験値全然もらえねえな。でもガード万歳だからいいか。あー、ここはもう大丈夫そうですね。では一旦本陣に戻って大将さんに報告しましょう。で、ここの守り固めてよ。要ならもっと妖怪配置してお願いだから。土蜘蛛さん、守ってきましたよちゃんと。お、話は聞いたぞ。よくぞ本陣を守ってくれた。これでこちらの守りは万全だ。あとは攻めに転じるのに。そこで本家の本陣へ攻め入るのにお主たちも加わってほしい。もう完全に俺らが中心になってるじゃねえかよ。アブくん、どうしまし。お礼がくれるならやるけど。分かった、俺やってみる。助かる。ではまず最初にエンライラのところへ向かってくれ。エンライラ、どうして。あの女の人何なんですか。あなたは何なんですか。行けば分かる。この本陣の南東に変わった石があり、そこでエンライラを待たせてやる。詳しい話はエンライラから聞くといい。なんだろう、男を誘惑してんのかな、裸になって。あ、右下結構近いところなんだね。
もうさ、本陣のさ、真ん前じゃん。そんなところで攻められてたらやばくない？あ、こんにちは。うふふ、待ってたんだから。じゃあ早速説明を始めるね。お願いします。何を悠長に、もっと焦ってくださいよ。ここから先はただ戦っていくだけではダメよ。え、元祖と本家でお互いに結界を張って敵を先に進めさせないようにしてるからね。あ、じゃあこの結界を張っちゃえば向こうの敵は来れないってことか。じゃあどうしたらいいんや。ここからは陣取り合戦をしてもらうの。目の前にあるこの石を使ってね。石を使った陣取り合戦にして。ええ、この石は原っぱ中にあるんだけど、不思議な力で結界を張ってくれるの。不思議な力か。それでは元祖も本家もその石を使って結界を張ってるのか。正解。使う石が多ければ多いほど強い結界が張れるようになるのよ。ああ、じゃあこの石を いかに多く取るか、そういうゲームなわけね。つまりこちらの陣営で使う石を増やせば増やすほどこちらの結界は強くなり、相手側の結界は弱くなるということですね。じゃあ1個でも取っちゃえばパワーバランスが崩れて一気に攻め込めるってわけか。え、ちなみに、はい、どちらかの陣営がその石を使っているかは色の、石の色で分かるようになっているわよん。ああ、じゃあなんかさ、殺し合うっていうよりもゲームをして勝った方が勝ちみたいな、そういう契約をしてたのかな最初から。元祖ならば赤、本家ならば青って感じでね。でこっちは赤組ってことね。ありがとうエンラエンラ、俺たち行ってくれね。気をつけてね。そんな子供が行っていい場所なの？切り刻まれるんじゃないの？大丈夫？でとりあえずピンがついてるところ行こうか。めっちゃ戦ってんじゃん。大丈夫？うわー、煙出てる、やべやべ、すっげーなこれ。そんな壮大ではないけどかなりね。あ、戦ってる。おいお前ら、今の俺らならいける。おらおらおらら、くぬ、こいつ意外に強い。そこのお前手伝ってくれ。あ、こっちが味方なんだ。てっきり一つ目の方が仲間か。一つ目行こうぞ。3匹いるんですね。戦っていきます。じゃあシャドウくんで、いいね、ジバニャ。あ、一発で倒せんだけど。刀狩り、これでさ、もう周りの2匹も余裕で倒せんじゃない。技使わなくてよかったね。目力の力アップし、いけ、影流山玉おろし。おばちゃ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 、おばちゃん、いいね、余裕っすね。ここら辺の敵なら全然余裕だわ。ボス級じゃないともうね、話にならないね。レベルアップ、いいぞいいぞ。ガブニャンかわいい。お、キュウリだって。キュウリを合戦場に持ってくんだ。で、お、倒した、いいね。脱線、早く脱線しちまうところだったぜ。助かった、ありがとうな。これで、お、赤色になった、余裕じゃん。こうやって倒していけばいいだけなんだね。ちょっと右下、手前から手前からどんどんやっていこうか。で、次は真ん中って感じか。じゃ行くぜ。むむ、本家陣営の石ですよ。バトルに勝って赤石に変えるのです。わかった、どっち、金閣と無理壁だっけ。はっはっは、この勝負わしの勝ちんじゃ。金閣は強いんじゃない、これ S ランクじゃない。くっ、このままではちょっと手伝ってくれ。白壁か、そのままじゃん。白壁に赤色で塗っちゃったら赤壁になるのかな。よし、金閣、こいつら仲間なんねえの。なんないか。じゃあ普通にフルボッコしていこうぜ。戦っていきます。じゃあニャーイーンで金閣、金閣どうかか。いや、ガードされてんのか、強えな。よし、倒していきます。影になるにゃ、いけ、ジバニャン。ジバニャンが影になったら妖怪王子になる。大丈夫。ニャイーン、オッケー、余裕じゃないですか、勝利です。ここら辺のザクキャラは全然余裕だね。経験値もっと欲しいな、最近全然経験値がもらえない。よし、お前のおかげで助かった、礼を言うぞ。よし、あといくつぐらいあるの。あと1、2、3。あ、なに、またこけたの。じゃあやめて、赤い方が、赤い箱を開けちゃいそうで怖いわ。またあのお兄さんにね襲われそう。これなんだろう、武者カブトだって強そう。どっからでもかかってこい、俺こそが最強の妖怪だ。クワノブシだね。あ、クワノブシの方が可愛いな。この俺が押されているだと。あ、クワノブシは元祖側なんだ、いいね。でもなんで青色なんだろう。なぜか元祖側は赤がメインカラーなのに青色の鎧を着てて、本家側は青がメインカラーなのに赤い敵ってどういうことなんだろうね。逆じゃねえお前ら立場。よし、戦っていきます。手伝ってくれとか言ってる割には俺一人で戦うんだよね。武者カブト、ガブニャンで行こうか。まーす。
いぞ。余裕だね、カブトムシも。よし、勝利です。経験値が198。経験値もらえないな。よし、余裕じゃないですか。ぜいぜい、あいつなんて強敵だ。クワガタとカブトムシだったらやっぱりカブトムシの方が強いのかな。まあ種類にもよるだろうけどね。体の大きさが同じだったらやっぱりカブトの方が強いのかね。よし、行くぜ。あとすっげえたくさんだけど3か4かぐらい。合戦だから仕方ないか。うん、本家 G の石ですよ。あ、こいつは戦ってないんだ。誰かと天丼マンみたいなのいるんだけど、プライドンだってなるほどね、プライドが高いんだ。この拠点が欲しければオイドンを倒してからにする場合。この時代なのにプライドっていう単語使ってんだ、すげえな60年前から裏飯、裏屋飯だって。あ、裏飯屋じゃなくて裏屋飯なんだ。よし、戦ってきます。余裕。ガブニャン、声かわいいな、ガブニャン。いいね、あのマントをジバニャンにちょっとつけたいな。で、経験値258。まあ、ちょいちょい上がってるからいいんだけどね。ミニ経験値玉、ミニはな10しか増えないからな、いらないんだよな。みんなすまん、負けてしまったばい。さあ、だってさ、これを取られたらさ、まずいっていうさ、大事なやつなんでしょ。だったらもっと守り固めるべきだと思うんだけどね。こけるなしあ、あーまた開いちゃったよ、もう。これ開くの、開かないでさ、最後までさ、持ってきたかったのに。何？また10円ガムかよ、もう。こけるのほんとやめてほしいわ。まあ、仕方ないか。最後まで取っておくとレアアイテムがゲットできるとかありそうじゃない？もう、なんなのこれ。この機能いらない。で、あとちょっと。あと2、3個 ?3 個くらい？よし、お前は誰だ？うわー、かっこいい。飛来神だって。100ギガワート。俺がいる限りここは絶対通さねえぜ。お、飛来神と雷蔵だって。進化系と進化前か。こちらも一掃しちゃおうぜ。一発でワンパンじゃない ?OK。 いいね、勝利。まあ余裕っちゃ余裕だよな。ちょっと一回回復しに戻る。戻っても大丈夫かな。戻ったらまた赤いところ取られちゃうとこないかな。 OK。 よし、じゃあちょっと一回戻ろうか。あ、おそらくこれで結局解けたはずです。さあ、本家の本陣へ行きましょう。本陣まで攻めちゃっていいの？本陣に回復ポイントがあるんだけど、どういうこと？こっち側もさ、あのなんか宝箱とかありそうだから、ちょっと全部調べていこうぜ。うめっちゃいる。感謝の味方をするやつがここを通るので100万人早いでごわす。いけないの？あ、いけないんだ。じゃあこっち側宝箱ありそうなのにな。ダメっぽいね。あの鏡を壊せば一気に形勢が傾くのに。さすが相手の方が優秀だよな。ここで守り固めて、向こうだってさ何も固めてないわけでしょ。青としか言いようがないよな。あ、本気始まりこっちにもあるんだ。あ、よかったよかった。なん向こう側しか取れないかと思ってたけど両方取れるんだね。やったぜ。これで心置きなく倒せる。あ、結界が張られてんじゃん。うわ、何これ、先に進めないんだけど。ディスティー、これはどうやら本陣の周りに強力な結界が張られてるみたいですね。また結果、やっぱあの鏡のところ行くしかないんだよね。うん、ちょっと周りを調べてみますか。きっと何か手がかりがあるはずです。とりあえずさあ、近くに、すぐ近くにあるんだよ。お前か、お前が犯人か。拙者の名は焼きおにぎり。この本陣まで攻めるとは、お主やるな。焼きおにぎり、普通のおにぎりの進化系かな。だが拙者はこの本陣を守る防衛隊長。ここから先へは倒産。君が防衛隊長なんだ。強くなさそう。阿部君、手強そうな相手です。気をつけて。おとなしく逃げといた方が身のためだぞ。さもないと引っ掛けちまうぜ。何そのなんか口説き文句みたいな戦っていきます。強いのかな、まあ、相当強いって言ってるんだから強いんだろうな。一匹できてるしね、多分強いんだろうな。じゃあちょっと本気出していきます。じゃあハゲてないよ、ね、ハゲてないよ、ふさふさかよ。蹴る、ハエの術だって。ミス、あんま強そうじゃないけど。一気ハゲてないよ。俺はふさふさじゃい、悪い子はいねえじゃん。あ、もう死んでんじゃないこれ。弱っ、全然クソ弱いじゃん。手ごわそうって言ってたの、ほんとウィスパーは当てなんで勝利です、ありがとうございます。いけちゃん8以上、いくらおにぎりいけない。
これで結界が解けたのかな。見事燃え尽きたぜ。やりましたね。このまま一気に本陣まで行きましょう。もう来てるよ。おっと、そいつはやめておけ。拙者を倒しても本陣の結界は解けん。本家の本陣は北東の丘の上から張られた強力な結界で守られているからな。ベラベラとありがとうございます。どうしてそんなこと教えてくれるの。大事なことなんじゃ。気にするな。先ほどの勝負で拙者を熱くさせてくれたお返しだ。いや、君のせいで多くの人が犠牲になるんだよ。そんなのでいいのか。では早速本陣の結界を解きに行きましょう。わかった。こいつ完全に裏切り者だ。こいつのせいで多くの死人が出るわけだからね。最低だな。でも一回行ったんだけど、じゃもう一回行ってみようか。しゃ、来たぜ。なんということでしょう。これでは守り鏡に近づけませんよ。もう一掃しようぜ、百列日球で。どうしよう。ここは私に任せろ。これはオロチくんかな。おー、かっこいいオロチくん。おお、来た。おお、すげえ。強すぎるよ。今すぐ仲間になって。おお、まあ、森鏡へと続く道が。オロチくん一人でもうさ、全部倒せんじゃないこれ。ありがとうオロチ。なら後にしろ。とにかく今は結界を解くんだ。あざっす。オロチ VS キュービーみたいなの見てみたかったけどな。アブくん今のうちです。早く守り鏡へ向かいましょう。うっす。油断してるぞ、襲ってくるぞというやつが。あ、これはこいつは、こんにちは。こっから先は無理無理無理。何、容量的な問題で無理なの。あ、ダメなのか。なんかすっげーのいいんだけど。あ、すごくなかった。そこまで強くなさそう。でもね、守り鏡を守ってるぐらいだからやっぱ強いんじゃない。きっと。なんでしょう。お、幻影の指輪だって。強そう。まあ、今装備は大丈夫かな。よし、戦っていこうぜ。